山形市。山形市は、山形県の中部東にある人口、約25万人の中核市で、同県の県庁所在地でもある。地域は、旧南村山郡、東村山郡、現在は村山地方に属しており、当域を管轄する村山総合市長の所在地でもある。県内人口1位で、周辺自治体と共に形成する山形都市圏は、 人口約52万人東北で3番目に人口が多い。2019年、平成31年4月1日に、四光寺特例市から中核市に移行こう。山形盆地の南部3分の1ほどを占め、盆地の東南部に位置する、戦場地の上に市街地が立地している。盆地中央部である市の北、北西方向は広く平地が続き、広大な田園となっている。 市の東部は、大宇山脈による山岳地帯、南西部は、丘陵が占めている。盆地の中に位置するため、盆地特有の内陸型気候で寒暖の差が激しく、夏は暑く冬は寒い。夏は、東北の中でも暑さが厳しく、摂氏35度を超える猛暑日となることも、珍しくない。ただ、盆地であるために一日の気温差が大きく、熱帯夜となることは少ないため、 長夜は過ごしやすい。一方、冬は寒さが厳しく、底冷えとなり、雪の降る日も多いが、ガス山島、では山地の山々によって、日本海で発生した雪雲が遮られるため、降雪量は、山形県内では、少ない方である。過去に低く、摂氏20.0度を記録しているものの、近年の冬は都市化などの影響により、温暖化しきており、特に最低気温の上昇が激しく、 マイナス摂氏10度以下は1996年を最後に一度もなくなった。一方、郊外にある東根や村山、左沢などの隣接アメダスとの差が非常に大きくなっており、県内内陸部では最低気温が最も高く、中心市街地に関してはもはや冷え込みが厳しいとは言えなくなってきているが、それでも1月の最低気温平年値は低、摂氏3.4度である。 しかしながら、気象庁により、長期間の観測実績がある地点の中では都市化の影響の比較的少ない地点として、日本の平均気温算出に使われている。日最高気温の最も高い記録摂氏40.8度は、2007年8月16日に、埼玉県熊谷市と岐阜県田嶋見市が摂氏40.9度を記録するまでの74年間もの長い間、日本における、 最高気温の記録を保持していた。山形市は南方で上山市と隣接し、北に天道市、北西に山辺町、中山町などの山形盆地の各市町と隣接し、それぞれ道路、鉄道によって接続している。東根市とは大羽山脈の山岳部で地域の境界を接するが、通常の往来には場合は天道市を経由した国道13号が用いられる。 また、南陽市との場合も、直接地域の境界を接するのは、白洋山の山頂付で、通常の往来には、上山市を経由して、国道13号を用いるか、山形県道5号山形南陽線を用いる。宮城県側は、仙台市、大白区の西部や川崎町と隣接し、往来には、山形自動車道や、仙山線などが使われる。また、 山形市と宮城県の県庁所在地である仙台市とは隣接しているが仙台市の中心間の線距離は4 5ル、あまり離れており途中に大武山脈を隔てているものの経済的には一体的な証券が形成されつつある古墳時代の集落跡姉妹石、国の史跡が山形市北西部で検出されている8世紀に入ると 最上群が設置される。702年、大宝2年には、国師の藤原豊光の娘、あこまりや姫によって、千歳山と命名。967年、後方4年に編纂された演技式では、多賀城から秋田城へと向かう艦道に、最上駅があり、これは、現在の山形市域にあたる、最上号のいずれかにあったものと推定されている。 地域の大部分は、皇室領荘園の大戦争であり、北西、菅は伊勢に、石棺家領の大孫弟僧があった。鎌倉時代に入ると、大孫弟僧には、足立氏が自党として認じられ露着した一族は、大孫で氏を名乗り、中央政界で、引き付衆などとして活躍するが下月騒動により、滅んだ。1356年、塩文元年に、芝金よりが、 宇州短大として山形に入部。子孫は最上郡の名称を取って、もがみ市を名乗るようになり、もがみ市十一代目当主のもがみ吉光が山形を拠点に最上、村山地方を統一。現在の基礎となる山形城と城下町の町割を整備した。山形城が位置したのは、扇状地の生端で、その東部を走る宇州街道に沿って七日町、八日町、 東日、町、畑子町などの小人町、宿場町が並んだ。また、町人町は、東方の笹谷街道、北西に向かう六十里、古市街道に沿って並び、東浦通りと北部には、職人町が一致していた。なお、大港検地の頃、南の最上軍と北の村山軍の名称入れ替えと、共に再編が行われ、旧最上軍が村山軍に、旧村山軍の北部が、 最上軍、旧村山軍の南部が村山軍となった。もがみが天保された後は、鳥居忠政が領主となって、真みヶ崎川の改修などが行われた。以後、幕末まで、星梨、松平氏など、複数の領主の入れ替わりが続き、天保の改革に失敗した、水野忠国の子忠清が山形に天保され、半石紀宝まで、水野氏五万国が続くことになった。 山形市西部の菅川沿いの船町は、最上川水運において、中流域で有数の港であった。廃藩地県後は、村山郡山形が山形県の県庁所在地となり、その後、複数の県の統合を経て、現在の範囲の山形県でも県庁所在地となった。中1、現在の南山形地区。中2、現在の西山形地区。 山形市の行政の課題、議員定数は三十三人である。二千十九年、令和元年五月二十二日現在、委は在職中死去、中世から城下町として発展したが、山形城の拡大に合わせて市長、職人町、寺社などの計画的な配置が行われた。近世に入ると職人町を土台として、では散々三景の拠点としての側面から山形いが、 土産物や物具で全国的に有名になり、明治期発展の土壌が作られた。鉄道が開業して以降、工業と商業が両立して発展し、平成に入ってからは様々な経済の分野が目覚ましく成長して、高速道路網の発展とともに工場の立地が増え、山形新幹線開業に伴い県内外からの観光客が増加した。 東日本大震災での太平洋側への被害によって日本海側の重要性が再認識され拠点の一つとして注目されている。中心市街地にはホテルや外国人向けの観光案内所が数多くある。市民一人当たりの外食ラーメンに使う金額は全国一位である。山形市に本店、支店、出張所等の窓口を置く金融機関一覧は 以下の通り、2015年2月現在、2000年国勢調査、県内を範囲として活動しているメディアの本社機能が集中する。ただし、テレビ U 山形については、県内で影響力のある、山形新聞などの既存マスコミから距離を置く、意味合いから、本社を坂田市としている。また、コミュニティ放送局は、東北地方では、最も早く開局し、現在では、 市内に2つの放送局が放送をしている。なお、山形市役所屋上には、山形コミュニティ放送の送信アンテナが設置されている。郵便局、簡易郵便局、山形市では、行政上、市内を30の地区に分けている。これらの区割りは、多くの場合、山形市と合併した、旧自治体の範囲と名称を残しているが、合併時の経過や実用上の必要性から、 解消や周辺の地域と統配合された地区、例、南山形地区、西山形地区がある。合併以前の山形市を中心とした範囲は、細分化され、第1地区から第10地区の各地区に分割されている。山形市と上山市の市境付近にあたる山形市南西部の丘陵に、ニュータウン、座オ三原市の丘を建設している。 これに合わせて西回りバイパス、山形県道51号山形上野山線が延長され、国道458号町、谷道バイパスが開通するなど、交通環境も整いつつある。すでに分譲が始まっており、2006年、平成18年3月に、新しい小学校、山形市立三原市の丘小学校が開校した。また、山形市内には、 比較的公民館が多く存在し、地域コミュニティの拠点として利用されている。山形市と合併した町村の多くは、休日体名をそのまま地域名としており、公民館の名前の冠となっている場合がある。また、市内の高校や中学の跡地を利用したものは、比較的広い敷地に、図書館や体育館、公園、市の管理する施設などが併設されている。 中央公民館は複合施設 a z 七日町の施設内にあり、図書館文館やホールがある。ホールは山形国際ドキュメンタリー映画祭のメイン会場の一つになっている。山形県内の庄内地方や大玉地方などの他地域の市町村との関係に比べて、蔵王連邦を超えた太平洋沿岸の仙台市との関係が親密であり、この傾向は山形 仙台間の交通網の整備とともに大きくっている。山形県宮城県盲学校は山形市内になく上山市にある山形県立山形盲学校が最寄りの盲学校となる。また、養護学校は病弱者を教育する養護学校として山形県立山形養護学校が山形市内にあるが死体不自由者を教育する養護学校や 知的障害者を教育する養護学校は、山形市内にはなく、最寄りの学校はいずれも上野山市で、それぞれ山形県立雪割養護学校、山形県立上野山高等養護学校がある。山形県では、小学校の少人数学級編成を推し進める三 3, 3プラン、学級の人数を33人程度に編成するを導入しているため、 山形市立の小学校でも少人数学級が行われていることが多い。これにより多くの利点をもたらす一方で、財政的な負担が大きいことや、学級数の増加による教室不足などの問題が表面化している。特に、山形市においては都市化が急速に進んだ地域や、児童数の多い大規模校などの教室不足が深刻な学校では、グラウンドに、 仮設の校舎を急増したり、多目的教室などのスペースを教室として利用するなどの対策を行っている。なお、この施策は中学校にも導入された。私立中学校15校山形私立を省略。私立小学校36校山形私立を省略。幼稚園は私立幼稚園が26カ所ある。私立の幼稚園は存在しない。他に、 山形大学附属幼稚園がある。2004年に山形市のびのび入園特区、第5回構造改革特区が認められ、市内18の幼稚園で満3歳未満の園児が入園できるようになった。また、参考として保育園は、市立17カ所、市立12カ所市内に存在する。山形県立山形職業能力開発専門校。山形市内には、 山形大学医学部附属病院と山形県立中央病院の2病院が3時、医療機関として健全域をカバーする高度医療を提供するとともに、山形市立病院再生館、山形再生病院といった村山地方の機関となる病院が位置しているほか、篠田総合病院、市生堂総合病院などの民間の総合病院、さらには単価型の民間病院も、 複数設営されている。山形駅はいくつかの鉄道路線が集中しているターミナル駅であるが、山形南、米沢、福島方面を除いてすべて単線であるため、発車間隔は各路線で1から2時間に1本程度の頻度しかない。したがって、市内の移動は道路網を利用した方が利便性が高い場合が多い。山形新幹線翼がミニ新幹線。 新幹線直行特急方式で開通し、東京方面への移動時間が大幅に短縮された。ロープウェイは、ザオーの山麓、ザオー温泉から山頂までを結ぶものである。ザオー温泉までの交通は、バス、自動車などを利用することになる。いかにゴンドラタイプのものを列挙するが、これらの他に、スキーゲレンデには多数のリフトが設置されている。 路線網では山高バスが多くの路線を運行している。山形市を経由する都市間の高速バスでは山高バスをはじめ JR バス東北、東北急行バス、宮城交通、庄内交通、新潟交通などが運行している。また山形商工会議所が運行していた中心街100円循環バスは山形市コミュニティバス、ベニちゃんバスと統合のため、 2017年7月2日をもって運行を終了した。市街地の道路は城下町を土台とする町の特性から市街地中心部など一部に狭く定時路の多い構造を残している。周辺市町村への移動には国道、主要地方道が市街地から放射状に伸びる。また、二つの高速道路と一般国道13号山形バイパスが 市街地を迂回するるように取り囲んでいる市内に空港はない。最寄りの空港は東根市にある山形空港である。山形空港は山形新幹線翼と競合のため、特に東京便の運行本数が減っている。しかし、アクセス面では国道13号に加え、近接する東北中央自動車道東根 IC ができたことで、 より利便性が向上している。隣接する宮城県の仙台空港も路線数、便数が多いことや定期国際便があることから利用されることが多い。山形駅から公共交通機関を利用する場合は仙山線を経由して仙台駅で仙台空港アクセス線に乗り継ぐ方法1680円がある。山形市にある国指定の文化財。 省略あり、重要無形文化財、工芸技術、茶の湯川の保持者、高橋隆志店、1996年、平成8年5月10日認定は、山形市出身、在住、ワニブチ春子なども出演、八王スキー場という長野県の架空のスキー場が、舞台、ザオ温泉スキー場で撮影、まだに、この映画の影響で、 山形座王温泉スキー場を訪れる1930から40年代生まれのスキーヤーもいる。山形でよく食べられる特徴的な料理方法、食材、料理方法食材、括弧内は管轄する、郵便局、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。